昔いじめられてたことが、その時代ムートンが流行った時代だったから、もう雪をめっちゃ入れまくったりとかしてたの。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は久しぶりにクッキング動画ということで、全然あのミネストローネくらいからやってなかったので、今日は豚汁を作っていきたいと思います。はい、じゃあまず具材をどんどん切っていこうと思うんですけど、あんまり豚汁にさ、じゃがいもって入れないんだろうけど、これでお腹いっぱいっていうような、こうちょっとダイエットも含めた豚汁にしていこうと思うので、じゃがいも入れていきます。こんにゃくと、あと豚バラと、あとさえネギね、長ネギを入れてっていう感じでやっていきます。現れているごぼうを切っていくんだけど、これ全部入れたら量多い気がするな。今ね、これ今3時半くらい。さて、何分かかって私は豚汁を作ることができるのか。前回なんかね、何分ミネストローネで何分かかったんですかみたいな声もあってね、ミネストローネは結構待つ時間がたくさんあったから、あのそれも含めて調理時間が長かったんだけど、大寒波の日に撮影してるんですよ。福岡も雪が今降ってて、本当はリハがあったんだけど、自走で行くにしても風強いし寒いし雪あるしで嫌だし、タクシーもこういう時なんか絶対捕まんないからさ、帰りが不安だったので、今日はリハビリをお休みしましたが、昨日熊本に行ってきて、あのウーパルをやってきたので、まあリハビリは昨日やってきたということで、いいかなと思います。はい、ごぼうはね、やっぱ腸活にはいいので、ごぼうをいっぱいちゃんと取りたいと思います。はい、こんな感じでごぼうが切れました。人参も切っていこうと思います。最近ね、いろいろお悩み相談をたくさんいただくことがあって、 DM の方で学生さんからもあるし、社会人の方々からもあって、別になんか障害があるとかの悩みじゃなくてね、学校生活こういう悩みがあるんですとか、社会人こうやってる上でこういう悩みがあるんですとか、自分のこういうところが許せないというかね、なんか克服できなくて自分ってダメだなって思っちゃいますみたいな、そういうご相談とかたくさんいただくんですけど、まあ、結構そういうのに一個一個私返す派なんですよね。だから返して、私なりにこういう風な考え方の方がいいんじゃないかなとか、こういう風にしてみたらどうですかとかっていうアドバイスをさせていただいて、で皆さんはなんかそういう考えやってみますとか、ありがとうございますっていう風に言っていただけるんですけど、その後ね、ちょっとやってみてチャレンジしてみて、こういう風に変われました、変われましたというか、ちょっとプラス思考になれましたとか、いい方向に向かいましたみたいな返事中なんないんですよね、やっぱりないから、すごく気になるし、なんか私はそのアドバイスをして正解だったのかなっていうのもすごく正直気になるんです。私のおかげでこうなったんだ、やったぜ私っていう話ではなくて、今後やっぱりいろんな方とまだまだお話しする機会とか、例えば相談をね、乗ってくださいって言われることがあった時に、やっぱりその結果をさ知らないと、似たようなお話があった時に、こういう事例があって結果こういう風になりましたって言えた方が、多分もっともっと次の方のためのアドバイスにつながるんじゃないかなって正直思うんですよね。私は、私がねアドバイスをした方々結果どうだったのか、よかったら教えていただきたいなって思うし、もうちょっとこうした方が良かったですとか、なんかこういうのは嫌でしたとか、もしあるんだったら、なんかそういうのも言ってほしいなって親は思います。はい、なんかやっぱこうマインドのことに関しても、まあ人それぞれだ
ど、でも変われるところは変われると思うし、よく言われるのが、なんでそんなにいろいろチャレンジできるんですか、怖くないんですかって言われることがやっぱり多いんだけど、確かに車椅子でね、いろいろチャレンジするって障害がないよりやっぱり不安なの。やっぱ自分で何かしら全部できるわけじゃないし、何かがあった時に自分で対処できないこともあるからすごい不安なんだけど、だからそれをやる前にいろいろ想像するし、いろんな人からいろんなことを聞くけど、結果やってみないとそれが当たってるのか、自分が想像してることより大変なことなのか、または簡単なことだったのかってわかんないじゃん。やっぱり想像の範囲内でしかないわけよ。自分が想像できる想像の範囲内でしか考えられないから、実際はやっぱりやってみないとわからない。実際やってみて失敗したらどうするんですか、なんかあったらどうするんですかって言われるけど、死ぬほどのことのチャレンジをしてるわけでもないし、なんか老い自身やっぱり死んでしまうかもしれないというようなね、その転落事故があったから、それより怖いことってあんのかな。下半身麻痺より、まあね、大きな怪我をするようなチャレンジをするかもしれないけど、でもやらない方の方が俺にとっては損だなって思う。例えば精神的な問題で失敗したとしても、恋愛であっても勉強に関してあっても、まあ、部活動とかいろんな出来事に、生活面のことに関しても、たくさんの失敗ってやっぱしてきたと思う。やらなきゃよかったなとか、言わなきゃよかったなってたくさんあると思うんだけど、でもそれって結果今思い出してみても何のことだっけっていうレベル。多分当時はすごいショックだったし、すごい辛かったことってたくさんあったと思うけど、でも今思うと何にそんな苦しんでたっけかなとか忘れるじゃん。忘れてるし、結局乗り越えてるじゃんって思うわけ。だから私が今からする失敗も数年後はきっと乗り越えて、 あれって何だったんだっけかな、どんなことに悩んでたんだっけかな、でもその悩んでたことによってそれを乗り越えれたから今があるんだよなってきっと私は思えるはずだって思うのよね。だからやって自分が成長できたらいいなって思う派の人間なんですよ、はい、みんなにできるできないじゃなくて、やれるはずなの。やれるんだけど、やるかやらないかっていうだけの話で、老いだけがやれる話じゃないし、みんながやれない話じゃないの。老いはそうやってやろうって思ったからやってる。みんなもやろうって思えたらやれるっていう話よね。だよく社長さんたちも同じようなこと言うじゃん。自分は別に特別なことをしてないんですよって。ただ他の人が結果やらなかったことを自分がやってるだけなんですよっていう人とかいるでしょ。私はそういうことかなって思う。だからいろんなことをやれるはず。でもみんながただやらないだけ。やれないんじゃない、やらないだけって思う。こういうの聞いててさ、嫌な思いすんのかな、なんか偉そうだなとかさ思われんのかな。豚肉を炒めていきたいと思います。でもさ、じゃあ最近ね、車椅子のいろんな人たちがこう活発的にいろんな人たちが表に出るようになってきたんじゃないかなって思うんです。4年前とかに比べたらね。でそうなったらやっぱりこういろんな人たちがいるんだけど、でも車椅子の人をそういうオファーしてくれる企業団体ってそこまで伸びてないからさ、そう思った時に、まあ、やっぱりタレント業というかそういうのって争奪戦になってくるじゃん、ポジション争いというかね、まあ、そういう部分では不安になることはたくさんあるね。まごちゃんはいつまでこういう風に活動できるんだろうかとか、表舞台に入れるのだろうかって、ずっと表舞台にいたいのかどうなのかは自分ではわからないんだけど、でもやっぱり楽しい。
ろんなところに行っていろんな人たちとお話しして普段はできないような体験ができるのはやっぱそういうイベントとかそういうメディアさんとかに呼んでいただくとやっぱそういうのってできるからそういうのができるのが楽しいなって思うからこそ他の障害がある人に負けないようにどうやったら自分をもっともっとアピールできるのかなっては思う。ただその反面なんか別に障害だけを売りにするのもやっぱ嫌だなって思う。どうしても車椅子の渋谷真子さんっていうのは取れないのかもしれない、わからないけどね、まだまだ取れないのかもしれないし、私自身もやっぱりそういうのを武器にしてやってる部分もあるからそれが取れることはないのかもしれないけど、なんかそうじゃない渋谷真子さんでこう楽しく受け入れてもらえるようになるにはどうしたらいいのかなっていうのもやっぱ考えるね。はい、ニンニクと生姜を入れます。あ、新しい、これ人参入れていきます。あ、もう切ったらぶち込んでいきます。昔いじめられてたことが私にもあって、まあ、いじめというジャンルもさ、いろんなジャンルがもしかしたらあるのかもしれないけど、おいの場合は年こいてんじゃねえよっていうことで中学校の時に上級生の皆さんからいじめられてたんですが、地元の中学校のいじめってなんかそんなにすごかったいじめではなく、基本的に老いってさ、いつも一匹狼でいろんなグループに所属するタイプだったんだけど、まあ、だから結構一人でいることも多くて、まあ一人で廊下を歩いてる時とかに、先輩たちは女子軍団は基本団体を組んで歩いているんだが、すれ違う時になんかこう悪口、陰口じゃないか、なんかボソッとなんか言われたりね。あとなんかこのいじめはいろんな人に言うと何それ独特って言われるんだけど、昇降口がまあみんな一緒なわけじゃん。で靴が置いてあってね、その靴をひっくり返すっていうなんかいじめがあって、靴をひっくり返されてたりしてたわけですよ。私だってされてさ、やっぱ嫌で落ち込むとかじゃなくてムカつくわけ、されてね、なんでそんなことされなきゃいけないのお前らにみたいなお前らにそんなことされる筋合いないし、別になんか直接危害加えたわけじゃないのよ。だからよくさ裏校則みたいな感じで1年生はこれしちゃいけない、 2,3 年になったら別にこれ、例えば運動着ね、 T シャツ入れなきゃいけないとか、なんかキャミソール着ちゃいけない、1年生はこうタンクトップっぽい感じの下着を着なきゃいけないとか、なんかさよくわからない裏校則みたいなのがやっぱどこで学校でもあるじゃん。で私はそういうの意味わかんないから、自分の好きなように運動着を着て自分の好きなような下着をまあ着るわけですよ。だそれが気に食わないってなって、そういう風ないじめみたいなのが発生してきて、いや別に危害加えてないじゃんこっち、自分の好きなようにやってそれが気に食わないっていうのはさ、ただのひがみでしょ。自分らがずっと守ってきてさ、なんでお前だけ1年生でそんなことやってんだよみたいな感じなわけですよ。知らんわそんなもんっていうのでいじめが発生してきたけど、じゃあ親はやり返すわけ基本一人でもやり返すから、まあ、そのすれ違う時にもしなんか団体行動してるその人たちから言われても、はあみたいな寄ってたかってでしか言えないやつらにそんなこと言われたくないですみたいな感じとかで言ってたし、靴ひっくり返すに関してもおいもひっくり返してやったわけですよ。ひっくり返すってなんだよって感じだったけど、おいもひっくり返すことの行為をして、プラス冬の時はその時代ムートンが流行った時代だったから、結構3年生にはムートンを履いてたのね。そのムートンをの中にもう雪をめっちゃ入れまくったりとかしてたの。ムートンにもう雪って最悪じゃん
でも C いらないって思ってムートの中に雪入れてやったり、私バス通だったんだけどカリカリ梅とかが好きで、いつもバス乗る前に家からカリカリ梅を食べて、でも種が残るじゃないですか、だからその種どうしようかなって、外にも捨てるわけにはいかないし、学校入る時には口の中にさ物入れてちゃダメだから、学校入る時にじゃあどうしようかなっていうので先輩方の靴の中に食べた梅干しの種を入れてみたりとかっていうのをしてた。でも結局ね、だん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 なくなっては来てたんだけど、やっぱり私がさ折れないというか何も変わらないからもう諦めてたんだろうなっていうのもあるし、まあ私の多分その一言が効いたのかなっていう一つが、まあ3年生って受験じゃん結局、いいんですかってそういうことしててって、その私が例えば先生にさ言ってさこういうことされてますってなって先生に言って君ら内心下がってもいいんですかって、受験生なのにそんなことしてっていう感じのことをね言ったのボソッと。そっから多分結構一気になくなったなっていう記憶があるね。そういう一人でも戦うタイプでは確かにあった、まあ、それはなぜかっていうとやっぱりもともと小学校一人でさ同級生がねその集落にいなくて一人で何でもやってたっていうのがあるから、何か物事に対してこう自分の発言をするっていうのは絶対やらなきゃいけなかったの、お一人しかいなかったから、だからそういうところでも私はそれで正しいと思ってるっていうことは口にしなきゃいけないんだなっていう、そういう性格みたいなのはもうその小学校の時に養われたのかなとは思います。この動画は果たしてまともな動画になるのかというのがとっても不安なんだけど、こんにゃくは手でちぎっていきます。板こんにゃくちょっと大さじ半。蓋をしてなんか蒸し煮にするらしい。意外と手間がかかる豚汁だな。はい、じゃあ少し煮込めました。あとは水をどんどん入れてってひたひたになるように入れるんですけど、もう水を入れた時点で見えるかな、こうちょっと茶色いのこれがいいらしい。これがすごいもううまみ成分が出てるんだって。まだこれでも味噌は入れてないんですよね。煮だったらお味噌溶いて、であとはネギ入れて終わり、あと味を見てですね、終わりですね。じゃあ沸騰したのでお味噌を入れていきます。スティック味噌を使っておりまして入れていきます。1個がねこれ大さじ1だったから2本入れていきたいと思います。ネギももう入れちゃいますね。ちょばっと、ほいー、うまっ、すーごいごぼうのうまみがすごい、あ、うまい、うまー完成。だいたいね今4時48分だから1時間20分くらいかかったんだけど、まあ、煮込んだのがあれすれば1時間くらいで済んだのかな。いや、うまい。はい、どうですか豚汁さんです。いや、うまそうじゃない。ぜひ皆さん作ってみてください。簡単で多分ダイエットレシピ、絶対これはダイエットレシピになるから本当におすすめです。はい、ということで車椅子クッキングでございました。また何か作ろうと思ったら作りたいと思います。
好評だったら作りますで、作りながらあの何を話したらいいかわからないので、作りながらこういうこと喋ってほしいですなんてあればぜひコメントにください。この動画が良かったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。